どうやら下敷きが完成したようです。いいですね、かっこいいですね。子供たちも喜んでくれると嬉しいです。ぜひ夢バスを持ってスタジアムに来ていただき、この下敷きとともに FC 岐阜の応援と皆さんも勉強を頑張ってください。よろしくお願いします。